はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ヒロと申します。5月に入りまして久々にですね、縛りのないゴールデンウィークということで、皆さんいかがお過ごしでしょうか。かなりですね、久々に旅行に行かれる方なんかも多いんではないでしょうか。海外旅行で言えばですね、日本からですね、ハワイの方に行かれる方もですね、このゴールデンウィークはですね、前年のですね、約9倍とやや多いみたいでですね、ただですね、現地の方はですね、物価がめちゃくちゃ高いみたいですね。まあ、こっちでいうコンビニみたいなものがあるんですけれども、カップラーメンをですね1個買うのにですね600円ぐらいするらしくてですね、あとですねショッピングセンターのですねフードコートなんかで、例えばですね焼きそばとかですねラーメンを頼んで、その2品で約4000円ぐらいするらしくて、めちゃくちゃ高いですね。今現在ですね、1ドル約130円ぐらいの、まあ、円安の水準になりますので、それプラス全体的にですねこう物価が上がってるっぽいですね。ハワイ州としたらですね、まあ、今までのことがあるので上げざるを得ないっていう状況だと思うんですけれども、ようやくですね我々日本人がですね帰ってきていますので、またですね平時の時の活気が戻ってですね、コロナ前のようにですね普通に行けることをですね願うばかりですね。自分もですねハワイが好きなんで、ほんと早く行きたいなっていう感じなんですけれども、ではですね、本日はですね先日のですねスニーカーズで久々にですねゴッテンできたアイテムがありますので、そちらをですね開封レビューしていきたいと思います。最近ですね、スニーカーではですね、個人的にそんなに刺さるものがなくて、こいつに関しましてはですね、久々にですね、欲しいなっていうふうに思ったカラーリングなので、これは狙ってました。あとですね、先日で言えばですね、ユニオンとの AJ2 ですね、あれのですね、限定アクセスも来てたんですけれども、で、昼過ぎに気づいて、買おうと思えば買えたんですけれども、あの AJ2 はちょっと個人的にはあんまり刺さらなかったので、いくらですね、コラボといえど買いませんでした。それでは、こちらをですね、開封していきたいと思います。まだ開けてないんで、ちょっと開けてきますね。はい、まずはこちらですね、定番の赤のボックスですね。その中身がナイキダンクローバレリアンブルーになります。サイズはですね、US の8ハーフ、価格はですね、税込み12100円になります。こちらのですね、発売日はですね、4月の30日になります。いや、めちゃくちゃいいカラーですね。まず、ベースとなるアッパー部分はホワイトカラーのレザー素材で構築されていて、オーバーレイやサイドのスウッシュロゴ、アウトソールには渋めな色合いのバレリアンブルーカラーが採用されています。あとはヒールやシュータンラベルのナイキロゴにはレッドのカラーになっていて、これがですねまたアクセントになっていていいですね。このネイビーじゃないカラーリングがまた自分的にはですね良くておしゃれだなっていうふうに思いました。パンツなんかはですね太めのウォッシュデニムに合わせたりとかですね、カーキのカーゴパンツなんかもかっこよかったですね。あとこれからのショーツ合わせなんかにもバッチリハマるカラーリングでした。これはですね、実物もですね、カラーリングがめちゃくちゃいいですね。結構履きそうですね。これからですね、購入を検討されている方の参考になればと思います。でですね、まあ、5月に入りまして、今月もですね、たくさんのスニーカーが発売されるんですけれども、その中でもですね、まあ、個人的に注目しているスニーカーはですね、シュプリームから発売されるエアーズームフライド95ですね。このですね、バンダナ柄がですね、落とし込まれたデザインがですね、なんともかっこいいですね。リークが出ましたので、公式のですね、アナウンスを待ちたいと思います。はい、こんな感じですね、本日はですね、久々にスニーカーのレビューでした。まだですね、チャンネル登録の方がお済みでない方はですね、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。あとですね、概要欄からですね、インスタのフォローとですね、サブチャンネルの気ままにサブチャンネルもやっておりますので、ぜひそちらもですね、チェックの方よろしくお願いします。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。And we keep track of time, being so serious. It is